ありがとうございこっちでこそれでは今回なんですけども、まだ間に合う三井住友ビザカード20%還元キャンペーン、キャッシュや D カードプリペイドなどと組み合わせて使えばさらにお得ということで、今回はすでにもうご存知の方も多いと思います。この三井住友カードの20%プレゼントキャンペーン、こちらについてサクッとお伝えしていこうと思います。 まあ動画にしてる時点ですでに勘のいい方はわかると思うんですが僕ゆずひこなんとついに作っちゃいましたこちらの三井住友ビザカードですねいや結構視聴者さんからもこの三井住友カードのコメントとかでもなんかやっぱりこれに関するコメントが結構いただいてたんですよねで僕も結構作るかどうかというの迷っていましてしかもねあの先日ヤフーカードも作ったばかりということもあってまあ審査通るかなっていうふうに思っていたんですけどもこちらですね じゃんということで、こちら今朝9時ぐらいに申し込んで、2時間後ぐらいにメールが来まして、そのまま読み上げますと、ビザクラシックカードご入会審査結果のお知らせ、カード発行の手続きは完了したので、ご連絡いたします。カードは本日より1週間後で簡易書き留め郵便にてお届けいたします。ということでした。いや、まさか前回のヤフーカードから、こんな短期間でクレジットカード申し込んだことがなかったので、めちゃくちゃドキドキした たんですけども無事に、無事に審査が通りました。ちょっとほっとしましたね。 で、まあ、審査が通った話はここまでにして、今回なぜ僕がこのタイミングで三井住友カードを作ったかということなんですが、まあ、ご存知の方も本当多いと思うんですが、こちらの今なら最大12000円カード利用の20%還元キャンペーン、こちらに参加したかったからということでした。まあ、これまでは JCB とか、あと水穂銀行の20%還元キャンペーンというのがあったり、まあ、今月にしてみれば、スマホ決済だとメルペイのスマート払いがかなり僕の中 では活躍してくれてるんですけどもまあ、そのメルペイのスマート払いの枠も2万円までなので、もしかするとまあ今年いっぱいで使い切れてしまいそうなんですよね。なので、それも考えたら三井住友カード欲しいなーっていう風に思ってまあ、ドキドキしながら申し込んだというような流れでした。まあ、他にも作った理由はあるので、これはちょっと後ほどお伝えします。 ま、この三井住友カードの20%還元キャンペーンが、ま、実際どんなものか簡単にお伝えしていこうと思うんですけども、 で、今回こちらのカードの還元率はお伝えしている通り、ご利用金額の20%還元。で、上限は6万円利用で最大の1万2000円までもらうことができるということですね。そしてこのカードに入会した月プラス2ヶ月後待つまでが対象期間となります。いや、これって改めて思うんですけども結構素晴らしいですよね。 で、キャンペーンの対象となる条件というのがありまして、まずまあこれをパッと読むと、期間中にこのクレジットカードを入会するということ。で、2番目のカードに入会した2ヶ月後を待つまでに、1回以上 VPAS アプリへログインするということ。そして3番目のカードご入会月の2ヶ月後を待つまでに、クレジットカードまたは ID でお買い物を利用するということ。この3つの条件を満たせば、キャンペーンの対象となります。 で、この丸1の期間なんですけども、カードの発行が2019年の9月の2日からもうすでに始まっていまして、12月の27日までが対象の期間となっています。なので僕は本日12月25日に申し込んだので、ギリギリまだ間に合います。 で、2番3番の VPAS アプリにログインやお買い物についてなんですけども、まあこの表を見てもらったらわかるんですが、もし今日発行して来年の1月に届いた場合なんですが、こちらの2020年の1月の1日から1月31日に該当するので、2020年の3月の31日までカード利用もしくは VPAS アプリでログインが必ず必要となります。ちなみにこのカードの入会日もしくは発行日に関しては、 に送付される台紙に記載があるのでそちらで確認することが可能ですなのでまぁ、あ、とりあえず届いたらそれを先に確認する方が良さそうですねあと注意点としましてはここの赤枠のところなんですけどもまぁ、あ、ちょっとそのまま読み上げたいと思いますキャッシングリボー海外キャッシュサービスその他ローンの返済金リボ払い分割払い手数料年会費弊社情報士定期購読料提携会社からの収納事務を委託された一部の保険料 ご利用いただいた加盟店からの弊社宛の売上表の到着が遅れた場合はご利用の対象となりませんということでしたのでまあこれらに関してはかなりこれは注意が必要ですねまあ他の細かい注意点に関してき関しては公式ページを参照してみてくださいでキャンペーンの解説はここまでなんですけども僕がこの三井住友ビザカードを作った最大の理由をお伝えするんですがまあ結論から言うと今出てるように かなりの広範囲で利用が可能ということなんですよね。 まあもちろんそのままビザが使える場所でこの三井住友カードで直接決済をしても全然いいんですけどもなんと電子マネーへのチャージまたはギフトカードなどの購入もできてそれがなんと20%還元の対象となっちゃうんですよねこれは本当に素晴らしいなと思いますまあどんなものが実際にまあ例としてあるのかというところなんですけども例えばそのプリペイドカードの場合はキャッシュですねビザプリペイドカードのキャッシュあとは何度か動画で取り上げている D カードプリペイドで今 意外とこう熱が入ってる au ウォレット。電子マネーでしたらモバイルスイカ、そしてナナコなどですね。あとギフトカードでしたらアマゾンギフトカードにチャージができたりとか、アップストア &iTunes ギフトカードなどもあります。まあ他にもまあスマホ決済と連携しても良さそうですよね。まあけどまあこれらに関しては今使えてる状態で、まあ場合によっては対象外になり得る可能性もあるので、まあ利用目的が決まってれば、まあキャッシュとか、あとはモバイルスイカに逃がしたりするのも良さそうかなと。 いうふうに思います。 ちなみに僕自身はどんな風に使っていこうかなと思うんですけども、まあ、多分活躍するのは来年の1月からかなと思うので、まあ、前回の動画でもお伝えした D 払いのキャンペーンで使おうかなと思います。で、まあ、それも踏まえて D カードプリペイドも使う予定なので、まあ、実際の図で簡単に表すとこんな感じです。じゃんということで、まずこの今回申し込む三井住友ビザカードで D カードプリペイドにチャージをして、まあ、それから D 払いで決済をするというような感じですね。なのでチャージをするだけで三井住友ビザカード みともカードの還元を受けてそれから d 払いで決済するたびに d 払いと d カードプリペイドのそれぞれの恩恵を受けることができるということになりますまあ、これに関してはまたこうカードが届いたりとかまあ、キャンペーンが近づいたりしたらまた動画にしようかなというふうに思っています まあそんなこんなで今回簡単ではあったんですけども、とうとう思い越しを上げて、三井住友ビザカードを作成しましたよという動画でした。もちろんですね、早く作っておけば、いろんなキャンペーンでも参加できたということもあったんですけども、まあ僕個人としたら結構いいタイミングで作れたかなというふうに思います。むしろまあ審査が通って一安心でした <laughs> ということですね。まあ一応この動画を出すのが12月の25で、申し込み期間が12月の27までで、 ですのでまあ、作るかどうしようかなという風に悩んでいる方は作成するお日にちを間違えない,間違えないようにお願いしますまとですね動画でお伝えしきれなかったキャンペーンの細かい点に関しては下の概要欄に公式のリンクを貼っていますので詳細気な方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました